定スタートしていきましたのが大越選手、大越健二選手がスタートしていきました。この選手は神奈川県の選手です、マシンは GSX-R750 ですね。 GSX-R750 で走ります。ゼッケン12番、ただいまのタイム1分39秒665。選手鎖骨骨折まだ完治してない、ね、完全復活していませんが気合を入れてバイク命で頑張りますという意気込みで大越選手走っております。あ、まだ完治をしてないね、骨折をしてからの完治をしてない状態で、大越選手走っております。さあゼッケン9番辻家選手がスタートしていきました、この選手は GSX-R1000 です。 1000cc のマシンで走りました、辻家選手、今年も頑張ります、よろしくお願いしますというコメント。ゼッケン11番、ただいまのタイム1分45秒215。続きましてスタートしていきましたのがデッケン8番をつけてます早川選手、スタートしてきました、この早川選手は東京都の選手ですね。東京都の選手 DRZ400SM で走っています。おーっと転んでしまったのはデッケン10番をつけてる大越選手だ、大越選手これゴール前ですね、ゴール前、これは痛いミス。さあ再スタートを図っていきました大越選手。さあゴールゼッケン10番、ただいまのタイム1分53